昨日伊勢神宮を参拝した天皇皇后両陛下の長女愛子さまは、今日午後0時半ごろ近鉄の宇治山田駅に到着し、奈良県に向かわれました。今日午前、伊勢神宮に関連する施設を見学した愛子さまは、午後0時半ごろ三重県伊勢市の宇治山田駅に到着されました。近鉄特急で奈良県に入り、午後2時ごろに橿原市に到着、初代天皇とされる神武天皇の陵を参拝されます。